えー、こんにちは。気になるとこの187話ですけども、今回はですね、えー、私の熟成産で、今もう完全に独立して、自分のビジネスをもう安定して供給していらっしゃるね、えー、ゴリッキー先生というチャンネル、このチャンネルの紹介動画を別で撮りましたので、概要欄につけておきますので、ご覧いただければと思います、まあ。ご覧いただかないために、方のためにですね、えー、こ,うことの経緯を申し上げますと、まあ、この方はね、元々発達障害をテーマにした、 NPO 法人を、まあ、自分でね設立されてでリアルな塾をされていたんですよねで発達障害関連のお子さんをお預かりしながらさまざまなご指導をしているという実績もある、えー、元ね、えー、中学校の先生でもあるわけなんですけどもこの方がもともといた職歴を生かしてそこでの知識や経験とあと中学校という枠組みではね自由にできなかったことを、まあ、フリースクールという形でされていたわけなんですけども。 自分の人生も考えたわけなんですよずっとこれはできないなといつかこれをウェブ化コンテンツ化して自分がやらなくてもサービスや情報を受け取るようなね、まあ、そんなグループができないかなっていうところで私のところに来てくださってでまあ今ではまあうまくいって、えー、高額コンテンツをね、えー、売ることもできたしで本当にね私ちょっとねどういうふうなことになるかなっていうふうな不安はあったわけなんですよ。というのが私の YouTube チャンネルっていうのは まあ、発達障害の方を中心に作ってるわけではないのでどのぐらいね、うん、この方のサービスが私のメディアで受けるのかなと思ったんですけどもあでも販売につながりましたねあだからい、まあ、いるんんだななとうころを再認識したわけなんですよだから人はいろんな人生の側面を抱えていてさまざまな人とつながってますんで、えー、こういうテーマだったらどうですかっていうふうな提案をね今までと違った形ですることによって。 あそれれをを扱っってくれるんだたたら私はお金を出したいですと参加したいですっていう人がやっぱ見つかったってことなんですよね。でまあ当然ですけども高額なあの塾になりますんで、まあ、それなりの信用と実績を求めてくるわけなんですけども、まあ、短いね1時間弱のズーム対談の中でその方の魅力が十分に伝わってそしてその方が実際にずっと活動してくださって自分なりの足跡を YouTube に残してくださったところもあって、で専用サイトもあったんでねで、えー、そこが最後の信用になったのかなと。まあ、そして何といってもね、私の動画を見てる方は、そっか塾の塾生さんが結構主に多いわけですよ。でその中で同じ塾生さんがあのサービスや商品を自分の得意分野を網羅して出していく。でそれを塾長の私がティーアップすることによってね、まあ、ものすごく信頼してくださったんだろうなと思いますね。で、まあ、ですんでね、あのね、ー、今振り返ってみると まあこうその人の特質とその人の特質のどこを取り上げるかっていうふ、まあなインタビューはですね今回私ですけどそしてそれを YouTube という放送メディアに乗っけることでそもそも私の YouTube という放送メディアが育ってなければ全然アプローチができなかったわけなんですよ例えばチャンネル登録が 500人とか1000人だったら多分ね、リーチしてなかったと思うんですけども、やっぱ1万人を超える規模でいると、さすがにどんなジャンルのお悩みの方もそこにいるんだろうなと思うんですよ。まあ、ですので、ある程度自分のチャンネルが育っているっていう前提は必要なんだろうなと思いますね。で多くの方に気にしていただける、まあそういったね、発信者になるために、まあ、コツコツと自分のチャンネルを育てていくっていうところが必要なんですよ。まあ、ところがね、このコツコツの意味をちょっと勘違いしている方がいます。つまりは、 YouTube の更新とかコンテンツの制作がもうね負担になってきたからコツコツ地道にやっていきましょうという言葉によってもう逃げてしまうやめてしまうってことなんですよねいやこれはねやめると同義語なんですよコツコツとやるっていうのはでもコツコツとやるってことは本当にね動画の量産が始まっていくってことなんですよねまさにコツコツなんですよ毎日毎日例えば iPhone を作る工場っていうのがありますけども流れ作業で iPhone をこうやって作ってるわけなんですよコツコツ作ってるんですよ そして1日に出荷台数が1000台とか2000台っていうふうなものが出来上がるわけなんですよねじゃあ YouTuber としてコツコツ何をやるかっていうと言われなくても動画がどん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 量産されていくっていうことなんですよそしてある一定のバランスを取った時にこの今回紹介するゴリッキーさんは毎日もうやってないんですよ毎日やらなくても安定供給ができて毎日やらないからこそハイクオリティな動画ができていくってことになるんですよねで視聴者さんも 毎日の動画更新じゃなくて、例えば3、4日に一度なんだけども、その1本を毎日見たくなるようなね、そんな問題解決とか頻度がそこに搭載されていると、毎日よりもありがたいペースが視聴者さんとの間にできるっていう、これがだからベストなバランスってことなんですよね。で私の好きな YouTube チャンネルに、大人の共用チャンネルっていうのがあるんですよ。チャンネル登録者数が30万から40万くらいあって、え結構なねあの、まだチャンネルができたあたりからのね、お付き合いなんですけども、 その方の更新頻度っていうのは週に一度なんですけどもその代わり1週間取材をするんですよね、まあ、ですんで動画の更新頻度がたくさんあればいいと思うんじゃないんですよただし費用がかかる時間がかかる取材をがっつりとしてない間はどちらかというと動画の更新ペースでやっぱこう圧倒していくしかないかなっていうので書き出しの頃とかねいや本当にまだあー自分の足場が固まってない時っていうのは とりあえずは数で負けないよううすることは大事ででしょうね。うん、でも数ができてくるとある程度動画の作り方が上手になっていくわけななんですよ。で上手になってきたら今度はペースを落として内容のすごく深いものとか独自の見解を増し据えたものとかね掘り込んだものとかね本当に掘り下げたもの掘り下げたものみたいなものを作っていく必要があってそういう場合は取材も分析も構成も必要になってくるんでまあ週に1回とか週に2回ぐらいの更新ペースが 作ってる方としても受け取る方としてもものすごくいいものになるんだろうなと思いますよねまあそういうふうにねどういうふうにどのフェーズではどのペースで何をやればいいのかっていうことをやっぱり明確にしていく必要があるかなとまあだからこれが YouTube をこれから始めようとする人にはわからないわけですよでも YouTube を少なくとも10年とかね万というペースでやってきた万2万本3万本というペースで動画を量産してきてしかも実際にそこに 一定の信頼をを持った人を育てていくっていくう実績があればねやっぱりこれから出てくる人の大半も導いていけるんではなかろうかと思いますね。まあ、ですんでね、私自身も YouTube の指導、今、この瞬間は別にやってませんけども、まあ、けどこうやってね、一つ一つ気になる男シリーズを更新する中で、YouTube のカリキュラムを話しているつもりではあります。まあ、ですんであの、ここまでついてきてくださった方はあの、このマインドの面ね、思考の面ではかなりのスキルアップをしたんではなかろうかと思います。 あとはそれを実践に当てはめて結果を検証するっていうフェーズに入りますのでもうすぐそこまで答えは出てると思うんですよでその辺もね込みでね20日の21時からはもっともっと深いところをね、えー、私から見える部分とそれから覆面 YouTuber のタカさんから見える部分とはちょっと合致していきたいなというところでございますね、えー、前回もねあの FX トレーダーの私とそれから株トレーダーのストーンさんが組み合わさって 対談をしたわけですけどもこれもなかなかねあのすごく強い反響がありまして、うん、やっぱりね、うんまあ、私独自の視点というのももちろん多くの方のお役には立っているんでしょうけどもそうじゃない方の視点というのも組み合わせることによって、えー、気づけるね3点倒立に関しましてはまた長くなるんで別のことであの説明はしたいと思いますけども、まあ、私がいて対談相手がいてそしてあなたがいるというのこの3点でしっかりと テクノロジーを支えていくってことこになりますで、ね、それがあ言ってみればこの主張をされている方がね、まあ、例えば新しいコンテンツの購入者になるとして私とタカさんがいて3点でやるわけですから、まあ、これで当たらないことはないかなと思いますもしこれで当たらないとしたらもうその道にはもう才能がなかったということでねもうご縁がなかったということですっぱりと諦めることもできるんじゃなかろうかと思います、まあ、あの自分で言うのも うん、なんですけどもチャンネル登録1万人以上を作ってきた YouTuber さんと直に対談ができる機会っていうのはもうないんじゃないかなと思いますんで、えー、このね20日の21時からご参加いただきたいと思いますねよろしくお願いしますそれではタカさん178 8話しっかりとまた今月お待ちしますんでよろしくお願いしますいた